東京競馬場のカクテル、元ネタはあの名馬たちに対するみんなの反応。しれっと混ざるオジュー。スペとオグリと会長しかわからん。オグリ、北さん、スペ、オジュー、金亀、グラス、フサイチコンコルド、カタキオン、アモアイ、こうやない?はえ、会長って旧館馬じゃないんか。そもそも、会長の元馬はボバだから女王ではない。会長自らカクテルを?ルドルフはその場名から昔から皇帝呼びよ。検証馬としての称号は七冠馬。東京競馬場の新しい枠色カクテル7だけ元ネタわからない。フサイチコンコルドと思ったけど違うか。フサイチコンコルドやろ。音速というわかりやすいネタと色的にフサイチコンコルドじゃないかなって思ったら、案の定みんなそう言ってた。偉大なる大和シャフリアールでしょ。ステッカーの方に大王降臨あるし、こっちが金亀で、偉大なる大和シャフリアールやろな。シャフリアールが偉大なる王っていう意味だしな。シャフはまだ現役だし、レイデオロが同じような意味だったと思ったけど、黄金の王って意味だったからさすがに違うか。7より6の不死鳥がわかんなかった。緑で東京?オフサイドトラップじゃねえの?不死鳥で連想すんのは鈴鹿フェニックスかな?枠色カクテルだから6枠の緑ってだけでは。不死鳥といえば馬娘ファンにとっちゃグラスだが、そうでない人間にとっちゃまた別の可能性があるのかな。府中 G1 勝った馬で揃えてるのか思いきや、お重とかおるしあんまり関係なさそうやな。府中でカクテルならウォッカを選ばないわけないしな。なんで選ばれてないんだ?感銘を、ストレートの方が度数が強いからつけなかったウォッカを、混ぜてカクテルにするのは解釈違いと判断したのでは?実際には過去にあるらしいけどウォッカはこれの方が粋だなって思う。名前はウォッカ、材料はウォッカのみ、説明はストレートのウォッカ。カクテルじゃないけどあえてこれでエントリー。ウォッカは前に64年ぶりの夢かなんかでやってたような気がする。ウォッカは過去にノンアルカクテルになってる。ウォッカなら去年のジャパンカップあたりで2枠担当してたで。ノンアルのレモンコーラって感じで飲みやすかった。グラスワンダーも不死鳥とは呼ばれてたけど、緑のイメージはない気がするな。鈴鹿フェニックスの方じゃないかな。自分も真っ先に浮かんだのは鈴鹿フェニックスだったな。ステッカーの方の不死鳥の当落と手綱の色がグラスのやな。馬娘アプリでも称号あるんよな。条件めんどくさくて取ってない人も多そうやけど。これは枠色カクテルといって勝負服カラーを表すカクテルではないんだ。商品数2分の1レモンとかレモン好きすぎるだろ。よく見たら4枠はライムだから許してあげて。柑橘は美味しいからしゃあない。胸に残って離れない匂いだしなぁ。不死鳥、グラスワンダー、グラス、草、緑とか?わからないけど。ただの枠の色やろ。ただの枠の色ならお重をねじ込んでくる理由がない。色も合わせてある。過去のカクテルで金亀が緑色でエアグルーヴがピンクだったんだよなぁ。絶妙によくわからない編成だなこれ。現役のお重長さんやシャフリアールが入ってたりするのが特に。むしろ現役馬で揃えてもいい。金亀なら大王じゃないんか?まんまシャフリアールよな。シーマ勝った時に偉大なる王ってそのまんま言われてたよな確か。お祭り男は祭りだごっこなのか中山フェスタなのか北さんブラックなのか。黒いんだから普通に北ちゃんだろ。スペがなぜか赤だし色関係あるんかこれ?ただの枠の色じゃない?まあお祭り男は北さんで間違いないやろな。お祭り男は G1 の勝ち倉がグランプリのみだった馬が呼ばれる別称だと思ってた。騎手だと池添がお祭り男って言われてるな。グランプリ以外もめっちゃ勝ってるけど。基本的にはグランプリ強かった馬に対する称号だと思うけど、北さんは別枠って感じ。中山成人の祭りだごっこ、重賞勝ちはすべて中山競馬場で、有馬記念、AJCC、日経賞、オールカマー3連覇ではない気がする。東京はむしろ苦手なところのはずだし。
中山成人のお重がいる時点で競馬場がどうとか何も関係ないぞ。お重は JG1 が中山にしかないだけで、東京でも阪神でも G2 を連覇してるから、中山成人というわけではないのでは？過去のラインナップ見たら府中ミッシュのアグネスタキオンとかもいるし、そこは気にしなくていいと思う。わい、ドリームジャーニー。のけものにされたのに遺憾の意を表する。おしゃれで良いな。不死鳥がマジでわからん。大きな怪我や病気を乗り越えた名馬で緑のイメージっているか？一年怪我で棒に振ったグラスワンダーでは？ステッカーの当落の色でグラス確定。今更だけど日本総大賞がほぼ固有名詞として機能してるのすごい。待ちかねタンホイザも日本総大賞だったんだよ。あれ？今回の日本総大賞のタンホイザどこ？パドックの時はいたよな？アナウンス、待ちかねタンホイザは鼻自分のため失走除外となりました。東京競馬場なのにお重いるのはちょっと違和感ある。スペでこの色合いって思ったけど赤そないやん。スペはダービーが赤棒だからかも。会長は7冠馬だけど、今より G1 が少なかった当時に7冠ってのはすごいことなんだ。新山の5冠も当時を考えると頭おかしいレベルよな。あれはもう当時取れる8大競争全部取ってたからな。ホースステッカーの方に馬の絵が載ってるから誰かわかるのな。いろいろなシリーズでやってるんだな。ノンアルバンとかもあったり。6番だけマジでわからん。5番は金亀がすでに過去にモチーフのカクテル出てるからカフェファラオでしょ色合い的にも。5番はステッカーの方を見るにシャフリアールっぽい。過去のカクテルで、異次元の逃亡者、サイレンス鈴鹿。64年ぶりの夢、ウォッカ。英雄、ディープインパクト。超高速勇士、アグネスタキオン。金色の伝説、オルフェーブル。大王降臨、キングカメハメハ。会長、エルコンドルパサー。女帝、エアグルーブ。純白の女王、ソダシ。黒石脚、ライスシャワー。空に描く衝撃の奇跡、コントレイル。世紀末覇王、TM オペラ王。黄金戦、ゴールドシップ。皇帝、シンボリルドルフ。シャドウロールの怪物、成田ブライアン。ミスパーフェクト、ダイワスカーレット。が商品化されてる。不採地コンコルドは三宅さんの実況が神かかっているので、実装して特殊実況で聞いてみたい。6はグラスワンダーなんだろうけど、Y にとっての府中の不死鳥はマイネル鳳凰なんや。グラスって馬娘の二つ名だと不死鳥だけど、あんまり競馬界で不死鳥って呼ばれてるイメージはないな。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。